はい。それでは、神戸新聞杯、オールカマー、そして、復調生活、本ちゃんいきます。はい。えー、復調生活第3弾、一番人気でしたけど、はい。おもバば、そのままで、クレーバージェット、クレーバーか。はい。一着でしたね、えー。強かったです。ありがとうございました。1.2倍です。はい。ただですね。 ちゃうねんな。ちょっとちゃうこと起きてもうたんだとで紹介します。めちゃくちゃ泣いてます、今。はい。はい。で、えっ、ー、と、九十九里でしたっけ名前忘れましたけど。えー、こちら。残念ながら、えー、本命の内パックさんのま、四着。はい。ワイド、三、四着ですね。あっちゃっちゃーと思って。あちゃーでしたね。ーんー、三、四着のワイド一番お腹痛い,い,いんですけど、ありがとうございました。はい。ということで行きましょうか。レッチゴー はい。え、それでは出走表行きましょう。の前に、えー、都合よくてもあることも放送しますよ。チューテル副賞生活はい。えー、本日はこちらですか。三世未勝利の馬場。はい。主不良なるハードスパン3区っていうことで、第2のカジノドライブってことは私が買ってみましたんですけど。はい。えー、1万人三3.0倍と。えー、いうことで。はい。 えー、レーススタートしましたけどスタートうん、えー、で悪くなかったんですけどまあまあ前が結構ね、えー、早めにいく形だったんでちょっとね いつもよりはちょっと出が悪く見えたんですけど、まあ、それでも十分なスタートですね。はい。えー、うちの覚悟はサッとしますけど、まあ、バババがね、ちょっとね、重たく、重まあ、ババッというと、芝、えー、と違って逆に、バババがね、締めるんで、えー、乾いた砂じゃなくなってくるんで、逆に足抜けが良くなって、まあ、スピードが速くなるっていうんですかね。はい。ってことで、やっぱり前みんな行きたいわけで。はい。えー、ある意味、ある意味っいうか、ある程度前激しくなるんですけど、はい。まあ、3歳未知にとっての前半600メ、えートル、三33秒台ですか。 はい。まあ、ちょっと早いかなぐらいですよね。はい。まあでも、このままやっぱ強いですね。ハードスパン3区もぴったりなんでしょうね。こういうバ合がね、湿ったバ合がいいんでしょう。はい。もうすでに3番ってペース早い中な,なんですけど。はい。まあでも、このペースでもね、うちの1番がね、粘れてるってことで、うん。まあ、よっぽど足抜き良かったんでしょうねってババでしたわ。これは今日は。うん。もうほとんど砂ぼにもやっぱ出てないですもんね。はい。えーもうほんまに、えー、ハードスパンが一番抜群な足出せるババやったと思いますわ。 うん。うちの一番が残ってるぐらいなんでね。はい。まあまあ、強い競馬でした。圧勝で一着でゴールインです。ありがとうございました。一着文句なしです。ただねはい。こっから事件起きたい、これ。いやー、これ事件やった。んーとね、そうやね、第二のハード、カジノドライブ3区や中低、こっち選んだんですけど。もともと私何言うててましたかって言う そう一瞬ちらっったんですけど。そやね、阪神やね。はい、阪神にね、もともとね、えー、関ノのドライブ参加出るよって話しとって、ただこれ昼からのレースやし、ババを回復してあかんなって言うこうと言うてたんですけど。はい、結局昼過ぎてもあれ、ババ回復せえんなと思って副賞まあ、午前中取ってるからええかなと思ったんですけど、一応まあ、ここ見とこうかと思って。はい。見ましたね。ここでしょ大阪スポーツハイでした。はい。ここで確か言うてたんですよね。 えー、ですよね。ベンジェンスですよね。カジノのラボ3個います。けど、みたいな言うてて。そうやねババは買うかもしれへんし、みたいに言うてて。うん。こっちやめときます。で、向こうやったんですけど。うん。でね。えー、コパのキッキングだけちょっと応援してみときましょうか。1.6倍強いです。強いってか、今回、今まで強かったです。よーって言ってたんですけど。 なんと大事件なってくれーと思って、まあまあ、をずれてたし、まあ1.4倍か、ベンジェス1.4倍やったら、まあ別にあのハードスパーサーク1.2倍で美味しかったなと思ったんですけど。うん、ベンジェスねはい、スタート、まあまあ、ええー、まあ、そんな良くなかったんですけどね。はい。ええー、結構後手からの競馬になるんですけど、うん。で、コパのキッキングもね、ちょっとやっぱ、ええー、条件、えー、上がったんで、クラス上がったんで、やっぱペンスについていけんかって、マイペースでなかったのもあってね。一応3番手ついそう。うん。 で、まあ、えー、前が、えー、ある程度飛ばしてくれたんかな。 で、まあ、コパのキッキング、えー、上がっていくんですけど、おー、まあ、コパのキッキングか、まあまあ、と思ってね、戦闘立ったわ、と思って、あー、まあよかった、これで、と思ったんですけど。あれ、ちょっと待って、その外そになんかおるぞ、ピンク来たぞ、あれ、ベンジンスじゃん、これとあれ、ベンジンスじゃん、これと思って、あ、ちょっと待って、待って、サッチ待って,って,って、あれ、サッチやん、これで、待って、待って、ってってってコパのキッキングとサッチ。まあ、でも、それぞれ1.4倍か、コパのキッキング粘っても1.4倍やっ,、まあ、った別にいいかな、どこれへんは、と思ったんですけど。えー、と思って、まあ、ベンジンス1着か、1着、まあ、1着もちょっと痛いけどなと、まあまあまあ単勝こうってってよかったあ、 っと思って、ちょっと待って、ちょっと待って、コパのキング、ワカン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 、うぅ、カン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 っンカ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 わカン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 カかんンカンカかカンわわわわわわカン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 んンカ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 ンのンカ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 でカン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 カ マルカソレイム飛んでったんでしょうね、これ。だから2.6秒映るじないですか。おいと思って。ちょっと待ってください言ってる前に4着です、これ。はい、もう一回見ていきましょうか。はい、もう今日ね、オールカマード神戸新聞は言うことないんでね、もうここでほんまこれ、リピートアフター見えよ、これ。うん、はぁまあ、そんな感じ。

うん。副賞生活すらあっさりしてますけど。はい。ということで、まず神戸新聞がへっかりきかり、かんだかんだいきましょう。はい。もう簡単。もう簡単。はい。こちら。ワグネリアンエポカ道路エタリオ。以上です。ありがとうございました。はい。終わりました。もう。もう。これ以上私は求めまへん。 はい。もう基本38のワイド。ま、エタリオはともかく38のワイドをにっこり笑って買ってください。1倍以内ですか結局。1.7から1.9です。もうそれでも十分でしょうね。はい。にっこり笑ってここの馬券を買っておくこと。以上です。ありがとうございました。もううことないです。生まれんを欲張るかっていうと、まあ、生まれんでもいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、エタリオがデムちゃんってことで、デムちゃんがここをね、お手をもらうかもしれないので、喫下しようかな。に向けて。デムちゃん本気出してくるから、ここはデムちゃんを押さえておきましょう。 押さえていくことがうまいにはちょっと危ないかなと思ってます。ちなみに生まれのお図見ときましょうか。多少はね、やっぱワグネリアンとエポカドロのワイド、えー、ウマネンが売れてるんですけど、万が一あったらちょっと怖いんで。買うなら、えー、三連服一点張りか、もしくは、えー、ワグネリアンエポカドロのワイドがおすすめだと思ってます。でね、三連服もエタリアン三着ほぼ確定かっていうと、まあ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 、お図見る限り、まあそこなんでしょうけど、4倍でしょうね。まあそこかなと思ってるんですけど。万が一ね、ゴーホタサミットとか来たら怖いんでね。うん。 もう、おとなしくニッコリ見て笑うならワイドです。欲張らずにワイドで行きましょう。3番、8番、ワイドでしょうね。はい。で、まあ、シーって頭で買うならワグネリアンにしました。エパコ道路にしてたんですけど、エパコ道路が、まあ、ワグネリアンの暗状が、不祥かケイティさんより代わりってこともあるんですけど、はい。えー、ここでおずいれ変わりました。多分その暗状の差だと思うんですけど、エパコ道路が人気出てますと。うん。 で、多分ね、もう一個理由ーあるとしたらあれですよね、多分、えー、前目つけた方が多分有利なババアだと皆さんがよ、えー、感づいておるんでしょう。ワグネリアなら届かんって多分皆さん感づいてるんでしょう。はい、えー、前目で行けばできるの有利、優先に働いて多分、やっぱ小道路が本命の、えぇ、ー、おになってるのかなだと思ってます。はい、えー、久しぶり。 ね、あんまり東西でこんな会うことないんですけど、今回は関西の方でダブルケティです。藤岡ケイティと佐々木ケイティダブルケティのワイドを買っといてください。なかなかね、ケイティさんとケイティさんが馬券絡むことないんで。はい、夢の教員ですよ。頑張ってください。多分あんまないですよ、このこと。こんなこと、もうないよ。1年二回ないわ。あるかないかいとはほぼないわ。はい、3年二回くらいです。ありがとうございました。ここです。うん。まあ、いくら、安状が藤岡ケイティ t さんに乗り換わりといえもね。 馬は強いです。で、KT さんがここでね、ヘマするかっていう多分ヘマしてこないと思うんですけど、どうですか多分してこない。ここで以上です。もう言うことないです。はい。エタリオもね、デムちゃん本気でして頑張ってください。オルカも行きましょう。オルカも考えることありません。ガンコ、あるいは、まあ、ミライの翼、ブラックバーグ、ヤンセムとか面白い思いますけど、もう考えるない。 はい、ここです。ありがとうございました。こちらも綺麗。2番人気、1番人気、3番人気の印順となっております。はい。えー、レイディオロもともと本命一んですけど、まあ、動きがどのこうのとかの問題じゃなくて、なんかね、えー、選手のレイアンダー見てる限り、うん、それまでね、ルメ、えー、ルメちゃん、えー、何でしたっけ、あの、カンタビレとかか。で、えー、ね、えー、中山か。えー なかった、良かったんですけど。うん、ちょっとやっぱ一番人気の断然人気のま,ま、背負っちゃうと、えー、どうしてもね、えー、勝ちに行きづらい競馬になってるんですよね。永遠、うん、のも結局ね、英語のペースに合わせて最後差し切れんかった中継いう展開もあってたんで。ちょっとレイでもやっぱおきに競馬になるんかな無理させずに行く競馬になっちゃうんかなと思ってね。はい。ここちょっと2番手にしてます。まあ、断然人気でもないんですけど。はい。 で、まぁ、あ、逆転候補誰ですかって言うと、えー、見事に内訳引きました。ダンビライトですよね。はい、アンジュ・ウタカさんってことで、今日豊タカさん二クラしかレースなかったんですけど、モズ・スーパー・フレアとデムローマ・ウォッカーで馬券絡んでます。強いですね。はい、モズ・スーパー・フレアに続いて、おとなし旧車で豊タカさん、中山はもう一回頑張ってください。明日長になりますんで、ババ分かってると思います。頑張ってください。で、一応、ルメちゃんが、えー、ね、一応関、カン、 えー、関東というか、中山よりもかかわらずね、人気結構、竹尾高さん背負ってます。なかなか珍、珍しいじゃなくてたちょっと失礼ですけど。うん、まあ。その中で考えたらダンビライトかな、とは思ってます。うん。あと3番手あ RI ね。こちら北たメロディーシャンで割引に位置をしてます。で、今、池江さんとこなんで、池江さんとこ今回休み明けが調,教して調整してくるかっていうと明らかに多分2層目が、 えー、調整効く馬だって分かって見極めてるんで多分池算さん的には多分叩き2走目で頑張ってくると思います。えー、多分馬体重もね多分増やしていったん増やしてくると思います5 2 0キロ台に増やしてからのこの後どこ行くか知りませんけどそこからの挑戦やってくると思います。えーどこ行くんですか天皇賞だけですかね。ですよね。普通そうやね。普通はそうやね。天皇賞はやと思ってるんですけど。 ですね。はあ、書いてますわとかも、書いてる俺が言いたいこと書いてた。たきでよくなので、もう書い持てもらう。すみません。わかりました。ありがとうございました。なら3番手。なら3番手、うん。馬券絡まんかっチュうと能力高いんで、馬券は絡むと思ってるんで、3番手。うん。簡単。こちらも2番人気、1番人気、3番人気。で、えー、もう1個言っておくと、はい。えー、ここ、本命対抗がですね、はい。ルーラシップ3区と金亀サ3区ってことって、 はい。今日の中山、ま,あえーまあ、まず半身見ときましょうか。もうざっくり本日のレース傾向で見ますけど。はい。半身の芝、まあ場はちょっと絞ってた関係とかちょっとありますけど、えー、芝はざっくり芝見ます。はい。 え、もう、g r 版見てる方々やったらもう、これベタですね。はい。えー、緑ってことで、え、父系にヘイル・トゥ・リーズンを持つってことで、まあ、いわゆるヘイロー系ですよね。はい。ディープとかもいっぱいいますけど、マンカフェとか、だいたいまあ、サンデー系ですはほとんどね。はい。がだいたい多いんですよ。普通はそうなんですよね。 ね、バばがちょっと、えー、絞ってた関係もあるんですけど、それでも,もやっぱ、こんな大場ババにもかかわらずね、三大系が来ると。はい、まあ、阪神らしいなと思ってたんですけど、中山見てみましょうと思って、中山は、ちと、はい、見てください。黄色が比較的多いですよね。しかも、バば、こちらのがか、えー、ね、阪神に比べて、ややも、どまりだったにもかかわらずですよ。このバばですら、黄色が目立ちますと。黄色なんですかっていうと、えー、有名ですね。ミスター・プロスペクター、いわゆるミス・プロ・系ってやつですね。 はい。まあ言うたら、え、キングマンボとか、そこら辺の血を背負ってるわけですけど。はい。まあ、ロードカナラ3区とかね、アドマイムーン3区とかはね、まあ有名なんです、ミスプロ系でね。ちょっと気になったら、まあ、ローラシップも有名ですけど、気になったらやっぱここら辺のね、モンテロッソ、アイルハブアナザー。まあ、これはまあ人気出てるから、もともと強かったんかなと思うんですけど、このバーミリアンとかね、なかなかこんな芝で来ないんで、しかも6番人気でしょ。はい。 もう異例中の異例ですもんね。これ来たらやっぱりミスプロ系かなと。そう考えるともうオールカマーのこのね、G1、やはり実績ある馬たちの中で、R1 含めてね、中でさらに絞るとやっぱりね、フィルターかけていくとミスプロ系で、G1 実績なかなかあって、ちょっとやっぱね、このサーやっぱ抜けてます。特、えー、に2頭ね、上ね。ダンビライドレイディオロ、ミスプロ系、明日のババ多分合うと思いますわ。うん。ここで、 うん。で、G1、ジャパンカップ2着馬と、てかもうダビーと、はい、ダンビューライト。ダンビューライトも G1 に縁ないですけど、AJCC、同じ舞台 G2 買ってます。で、その後ね、走ってきた G1、大阪へ6着ですしね。はい、宝崎に5着と。うん。もう、ある程度実績出てるんで、やっぱこのメンバーと戦ってきた相手なんでね。やっぱり今回はちょっとやっぱ、劣りますわ。まあ、RI に負けるか、ちょっと別として。 ちょっとやっぱ頑固、あるいはこの未来の翼ブラックボウェアンセムにはすがにここら辺にはちょっとね、1枚、えー、買ってる、2枚ぐらい買ってるんちゃうかなっていう感じなんで。ーグジム含めると今は中山の内は悪くないです。えー、ほんまの狙いは打ち出しなんですけどね、打ち出しが今日非常に効いてたんですけど、内枠の差しね。うん、まあ、ダンビライト、まあ前で競馬できますし、まあまあええんちゃうかなと思いますほんま打ち出しのま狙おうと思ったんですけど、打ち出しで行くなら正直 R1 アアしかわらんと思ったんで、まあこの3度でしょうね。はい。 このまましておきましょう。あっさり。はい。で、あと、福祉生活です。けっうん、えー。今回キャッシュバック200円。また含めて五千、五万五千円かな。5万五千円。どこ行こうかなーと思ったんですけど、えー、まあ、せっかくね。ね、ちょっと珍しくね。ずっと最近、あ、大体、基本、中山、私嫌いで言ってね、阪神、大体福祉生活やってるんですけど、最近ちょっと珍しく中山に凝ってまして、まあ、凝ってるというか。でそんな凝ってないんやけど、はい。 で、今回どうしようかなと思って、まあ、せっかくミスプロ系紹介したんで、どっか行こうと思って、どっか行こうって意味かなんけど、芝で見ようと思って。はい。えー、ルラシップ3区とかいたんですけど、こちら注目しました。オールカムの手前、えー、外棒特別ですね。はい。こちらに注目しました。で、こちらもね、正直今回また人気のマーク選んで申し訳ないんですけど、とりあえず私の目標100%、えー、副賞回収率超えることなんで、はい、人気あるから面白くない。人気が出て安いから面白くない。 はい。私的には、なお変に格こつけてなって、お金が0円の方が面白くないと思ってますよ。財布がお寂しいですよ、それは、うん。手堅くいきましょう。てことで、今回の、まあ、こちら一番人気でしょうね。出ました、ダイアトニック一番人気。ちなみに副賞売れてますか ?3.8 倍ですけど、男子。わっちゃーもう誰か買うたな、これ。ただ、明日になると多分1.1倍嘘なんで。えさ、ー、すがに1.3はつくと思って、1.2かな ?1.3 ぐらいついたら、まあ、円価ちゃうかなと思ってます。もう、ここは迷いなくダイアトニックできます。 はい。えー、まだ4走しか走ってませんけど、素晴らしい。えー、新馬戦、去年の12月に新馬戦だったんですけど、うん。はい、遅かりしの新馬戦、12月に来ましたけど、はい。えっ、ー、とね、もう、あの、もう後の、はい、後のね、はい、もうわかってますね。カンターベリン買ってるんでね。はい、と思って、いやー、すごい。はい、新馬戦見ましたかダイヤトニック私、私本命打ってますけど、ね、2番のまですね。 うん。やっぱ安田さん、旧車なんでやっぱロードカナラ3区いいですね。うん。やっぱこういうスピード系、もう適性がいいです。見極めってかいいですよね。はい。2番。てかもうロードカナラ3区やっぱね、天線のコースターと持ってますわ。すごいね、新馬早いスタート。はい。もうゲート抜群ですもんね。もう先頭立ってるんですけど、折り合いついて、どこおるのと思っでもうデムちゃん候補ですもんね。新馬戦からこういうレースできるんやってレースレース抜群ですわ。うん。 出たら出たなりに行くんかと思ったんですけど、折り合い抜群ですもんね。ちょっとやばいなと思って、後方4番手くらいいますけど、すごいね。えー、最後もね、馬群咲いてくるんで、新馬戦でなかなかこの馬群ね、ヒーまずさ、さばけんのなかなか終わるんでね。はい。えー、最後しっかり、相手とこ外持ち出して、ゴーサイン、えー、今ちょっと一旦抜かしましたけど、かかった瞬間の加速度がちょっとやっぱ違いがますよね。スピードが違うと思った。やっぱりと次元がちゃうなと思って、しっかり折り合ってゴーサイン待ってるし、しかも最後、えーね、抜け出した6番でも離されさしてるんで、 すごいなこの足はやばいなしかもその2着の粘ったのがカンターベでしょ。これはやばいですわ。これ、水上に強い。これはやばいですわ。はい。で、その後、新橋の後、東京1600メートルで、ルメちゃん乗ったんですけど、ハーレムラインに負けて4着と。まあ、えー、見てる限り、ハーレムライン、アイスビーロードとちょっと前で決まったん、ね、で、ちょっと展開が向いてなかったんかなっていう競馬。ちょっと内容向いてませんけど、あまりごめんなさい。 で、5月になりまして、京都の3歳の500万クラスかな。はい。えー、こちらで、えー、ダイアトニック圧勝です。アバンテ、追走。しかも京都の専用外回りで、えー、多分ピンク枠で正直不利なはずなんですけど。<laughs> はい。天聖のコースタートきっ で、しかも、2着場に3馬身離しての1着。まあ、ここまでは3歳相手な、んでどうする相手なんで、まあまあまあ、そんなに高評価できなかったんですけど、前走ですね。一戦、まあ、初のコバ相手の条件上がり、これはどうなるかと思ったんですけど、まさかのここでコバ相手に2着、しかも負けた相手が、あの、重賞場は一応、ベゼット・ジョリーと、3着、4着有名ですよね。エルビッシュ・クリアルトラックで、まあまあ活躍するまたちに勝ってます。<laughs> はい。 2着です。これもしかもね、福永さんちょっと進路を仕ったせいで、別途に負けたんですけど、正直スムーズいったら勝つだなっいうのがったんで。はい、上がりも32秒3です。なかなかのまとめっぷりやったんで、まあ、いった中で。これ強いですよね、普通に。多分普通に強い。ちょっと中山北村雄一さんがどうかなって感じはあるんですけど、まあ、頑張ってください。た分んか、いけるやろな。はすがにいけるもん。それでも人気出るもんな。うん。 で、まあ、一応北村メ乗り換わりってこともあって、多分ね、そんな断然の人気じゃないんですよね。ディロスが4.5倍でしょう。まあ、今、今の図ですけどね。それはちょっと舐めすぎ、舐めすぎっていうか舐められすぎちゃうかな。まあ、ディロスも確かに強いんですけど、確かに強い。確かにこのまま強いね。強いけど、まだね、さすがに1000万、初めての1000万、しかもコバアイテム初めてでしょう。 さすがに、それはちょっと甘いんじゃねえと思って、この図やったらやっぱダイヤトニック買った方がいいんじゃねえと思ってます。ディラス副賞1.5倍 ?6 倍か。あまあ、ダイヤトニックだけ売れるかな。でも1.3は欲しいです。ありがとうございました。1.3もらったら5万5千円が、えー、7万ぐらいあるんでね。頑張ってください。もう言うことないです。あ、で言うてましたっけえー、ダイヤトニック交ータ、えー、ミスプロ言ってたんです、すみません。ミスプロ言のを最後としたまあ、かな。ロ、えードカラーサングってことで、もちろんミスプロなんで、頑張ってください。 はい、もうここは難しく言出てませんもう全部全部レース硬いです硬、うん、い硬いのカット系はいカッコつけてね穴熊狙ってる場合じゃないですありがとうございましたということで海、えー、面の方に戻りましょうかはい神戸新聞杯の方ですけれどもガチガチワイドス3番8番もうガチガチのとこボーンで行ったと3連単遊びで本命から太鼓黒作に流しときます はい、もうダービーのワンツーバーでいいでしょう、もう。んで、あと三着に来るかなぐらい、デムちゃん本気で足りようぐらいでしょうもう。ここ多分難しく考えることないと思いますわ。うん。オールカマーもそんな感じです。本命対抗、もうレイディオロット、ダンビライト、ミスプロ、キーヤシもここでしょうね。人気移動の決着でいいと思いますわ。はい。あと三連単流し、本命、えー、ダンビライトの方から一応三連単流し、2点、こちらも同じく買ってます。はい、もうミスプロ明日も続いてください。はい。 もうあと G4 実績考えたらもうこのサンド多分抜けてると思いますわ正直うん眼光4番人気の頑固ではないと思う私は私はやでゆうすけさんがまだマジックしてきたら知らんけどはいあと副賞生活ですけどこちらももうそんな難しく考えてませんダイアトニックミスプロ系全備えて関係見るとやっぱこのまま抜けてるんちゃうかなと思ってます頑張ってください5万5千円がまあ7万円になったらいいかなと思ってますんでよろしくお願いします1.3倍ついてくださいはいということで今回シンプルでしたけど以上で終わっておきましょうご清聴ありがとうございました